こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロで春夏に靴下を買うなら、この2つの種類だけでいいというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕たちの味方であるユニクロに行くと、まあ、とにかくですね、靴下の選択肢がすごく広いわけですね。おそらくですね、こんなに靴下が揃ってるショップって他にはないかなと思うんですね。 まあそれは大変ありがたいことなんですが、それだけ選択肢があるとですね、その中からどれを選べばいいのかわからないという男性も決して少なくないのかなというふうに思っています。まあ僕自身もですね、お店に行っていろんなものを見ていくわけなんですけども、その中でですね、本当に使えるものというのはですね、結構限られているのかなというふうに思っています。 特に春夏になるとですね、結構暑くなるので、その中での選択肢というのはかなり狭まってくるかなと思うので、今回はですね、なるべくわかりやすく皆さんにお届けするために、2つの種類だけに絞ってお話をしていきたいなというふうに思っています。まあ早速ですね、もう結論からお伝えしたいなと思っているので、まあ実際に買ってきたものをお見せしたいなと思うんですが、まず1足目はこれですね。 春夏の定番といったら、もうベリーショートソックス、この一択で、まず間違いがないかなというふうに思っています。これはですね、もう定番的な位置づけとして、皆さんには知っておいていただきたいんですが、もう一足はですね、もう今はこちらですね。 レギュラーソックス、スーピンはコットンのものですね。こちらのホワイトのものですね。これがあるとめちゃくちゃ便利で、まあ、僕自身もですね、この2つしか今は履いてないというぐらいですね、かなりシンプルにコーディネートを組んでいるようにしています。 僕自身最近はですね、この2つのソックスしか履いていないので、皆さんにもですね、お勧めしたいなというふうに思っています。ま,あ、まずはですね、このブラックのソックスから見ていきたいなと思ってるんですが、まあ、とにかくですね、春夏、春であったらまだですね、靴下長いものでもいいかなと思うんですが、 夏になったらもう暑いので正直素足で過ごしたいぐらいなんですがまあ限りなくですね素足に近い靴下として便利なのがこういったベリーショートソックスというものですねもう定番のアイテムでもう最近ではですね持ってる方も増えてるかなと思うんですがこれと同じようにですねもうちょっと長さのあるようなくるぶしだけのソックスを履いてる方も未だに多いかなと思うんですが、まあ、どうせ短くするのであれば僕はもう素足っぽく見せてしまうような こういったものの方がバランスがいいかなと思っています。靴下に関しては中途半端 NG というところはぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思っています。 まあ色に関しては様々なバリエーションがあるので、まあ、ここは皆さん自由に選んでいただきたいなと思うんですが、汚れが目立たなくて使いやすいのは圧倒的に黒かなと思っています。そして自分の中でもう気に入ったものが決まったらですね、その色だけを複数ですね、揃えた方が僕はいいかなと思っています。僕はブラックを選んでるわけなんですが、一つの種類に揃えてしまえば、左右ですね、関係なく描くこともできるので、一気に選択した時もですね、楽なんですね。その点効率化してしまうのがいいかなというふうに 思っていますそしてもう一足がですね、このホワイトのソックスなんですね。まあ、このソックスに関してはですね、正直賛否両論があるのかなというふうに思っています。まあ、というのも僕ら世代からすると、白ソックスというと学生服に合わせるようなイメージだとか、なんかダサい象徴みたいなイメージがあるかなと思うんですね。ただこの白ソックスというのは最近のトレンドアイテムになっていまして、 割とですね、おしゃれな方を見てると、白ソックス率がですね、非常に高いですし、ショップでも取り扱いが非常に増えてるので、こういったソックスに見慣れておくこともすごく重要なのかなというふうに思ってます。ここでホワイトボードを出しながらですね、皆さんにもう少し分かりやすく解説をしていきたいなというふうに思ってるんですが、まあ、靴下というところで、ベリーショートソックスと白ソックス1番2番があるわけですね。 で、ベリーショートソックスの方がもう最近は定番的なものになってまして、白ソックスはですね、ややトレンド的な位置づけになってまして、だんだんこういったものも定番化されていくのかなというふうに思っています。僕もですね、3、4年ぐらい前から少しずつトライをしているんですが、最初はですね、めちゃくちゃ違和感がありましたね。まあ、ダサいんじゃないかとか、なんかやぼったく見えるなというイメージがあったんですが、それも慣れなので、少しずつですね、こういったものに目を慣らしていくことは大事なのかなというふうに思っています。 で、このベリーショートソックスだとですね、様々なお店で売っているんですが、まあ、元祖と呼べるのはファルケというブランドですね。今でもセレクトショップに行くと、ファルケの靴下が置いてあって、これがですね、非常に使い勝手がいいんですね。僕もですね、ファルケの靴下、もう8年以上履いてるかなと思うんですが、値段は1500円前後ということで、ちょっと高いんですね。ただですね、ファルケの靴下というのは、結構ですね、履き口が浅いんですね。履き口というのはですね、この部分ですね、 この部分が浅いことで、ちょっと脱げやすくはなるんですが、ローファーを履いた時にもですね、靴下が見えづらいんですね。そういった意味で、スニーカーだけではなくて、ローファーで履くような場合にはですね、ファルケの靴下一択になるかなと思っています。そして、無重視にもですね、同じようなベリーショットソックスがあるんですが、 これはですね、ユニクロと無重視の中間ぐらいの履き口の深さになっていまして、ギリギリですね、ローファーでも見えるか見えないかというぐらいの位置なんですね。その点では、スニーカーとローファーどちらでもいけて、なおかつですね、バランスのいい靴下かなと思うんですが、やっぱりですね、ユニクロの靴下に比べると、履き口が浅い分ですね、やや脱げやすいかなと思ってるんですね。 一方でユニクロの靴下というのはある程度深さがあるのでローファー向きではないんですが本当にスニーカーしか履かないという方はもうユニクロのベリーショートソックス一択でいいのかなというふうに思っていますここに下手くそなですねイラストが書いてありますがこの履き口の深さが大切だということをぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています 一方でトレンドになっている白ソックスというところで言うと、これまたですね、無印良品でも選択肢がありますし、あとはこれ、ビューティーユースという名前を書いてるんですが、結構ですね、僕はビューティーユースの白ソックスが好きで、いくつかこれまでも買ってきたわけなんですね。それぞれ僕は持っているわけなんですが、正直ですね、履いてみての実感なんですが、僕の家の中にはですね、ユニークロ、無印、ビューティーユースがあって、毎朝適当に取るんですけども、 履いたものがどれなのか、正直ですね、細かく見ないとわからないですね。僕も今日履いてるソックスがどれなのかをよく意識しないまま履いてるくらいなので、正直ですね、そこまでの違いは出にくいのかなと思っています。まあ、よーく見たりすれば分かりますし、まあ、履いてる時のテンションみたいなものはですね、ちゃんとビューティアンドユースだと分かれば上がったりはするんですが、 ここはですね、正直ユニコでも十分なのかなというふうに思ってます。まあ大切なのはですね、ここにも書いてありますが、リブの太さなんですね。 リブというのはですね、この縦に入った折り目というか線のような形になっている部分なんですけども、ここが細かいものとちょっと太めのものがあるんですが、ちょっと太めのものの方が今旬になっているので、ここを見ながらですね、選んでもらうといいかなというふうに思っています。まあ、基本的にソックスはこのようなベリーショートソックスか、もしくは白ソックスか、この2つがあれば十分かなと思っているんですが、 その中間的な位置づけにあるものとして一応皆さんに理解していただきたいのがボーダー柄のソックスですね。 まあ、なるべくボーダーの柄としてはですね、ブラックとホワイトのようなシンプルな色使いで、なおかつボーダーの幅が狭いものの方が使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてもう一つ皆さんにご紹介したいブランドが、シックストックというブランドなんですけども、これはですね、結構様々なセレクトショップで取り扱いがありまして、エディフィスですとか、あとはトゥモローランドかなこういったところで置いてあって、だいたい1000円台後半というところで、 決して安くはないんですが、手が届かない範囲ではないというところですごく使いやすいかなと思っています。 結構ですね、シックストックで有名なのが、横から見た時に、こう T の字にですね、ラインが入ってる靴下。これがですね、割と大人の男性にも似合いやすいので、まあ、この2つのですね、中間的な位置づけとしては知っておくといいのがですね、この2つのソックスなのかなというふうに思ってます。まあ、ユニクロでもですね、このボーダー側のソックスなんかはやってるんですが、結構太いものが多かったやつるので、もうちょっと細かいものであれば、ユナイテッドアローズですとか、グリーンレーベルですとか、そういったセレクトショップのオリジナルで見てもらうといいかなと思うので、 こういった中間的な位置づけの靴下も合わせて覚えておくと選択肢としては十分なのかなというふうに思っています。この後ですね、実際に着用した様子をお見せしながらどういった見え方の違いがあるのかというところも合わせて皆さんにお伝えしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、ベリーショートソックスの方から履いてみました。どうでしょうかとは言ってもですね、これ単体で見ても、めちゃくちゃオシャレだな、なんていうようなアイテムではなくて、まあ見た目としてはですね、割と女性っぽい感じがしますよね。これ単体では決してオシャレなものではないんですが、脱げにくいことですとか、あとはですね、なるべくこれを履いた状態で、 靴を履いてもですね、存在感が消せるような状態。それをですね、意識して作られているのが、このユニクロの靴下なのかなというふうに思っています。もう大ヒット商品なので、毎年ですね、少しずつアップデートされながらですね、より快適で、よりですね、見えづらい研究がされているのかなと思っています。これに対して、まずはですね、ローファーを履いてみたいなと思っているんですけども、まあ、先ほどお伝えした通り、ローファーだとね、ちょっとこう、端っこの方から見えてしまうというようなことが多かったんですけども、 ちょっとこのように見ていただくとですね、今年はですね、見えないんですね、特にネックなのがこの端っこの部分なんですけども。 ここからもですね、見えてないんですね。ですので、そういった点ではユニクロの靴下でもうローファーからスニーカーまでしっかりカバーできるんじゃないのかなというふうに思ってまして、より完璧な一足に仕上がってるのかなというふうに思ってます。僕もですね、ちょっと意外だったなと思って、すごくですね、新鮮な感覚なんですが、これは改めて素晴らしい靴下だなというふうに思っています。そしてですね、かかとの部分を見ていただくと、このようにですね、ゴムがついてるんですね。 見えるかなはい。このゴムがですね、しっかりと幅もあるため、かかとがですね、脱げにくいようになってるんですね。ここが脱げやすいというのがですね、ベリーショートソックスの一つのですね、デメリットというか、ストレスになるんですが、そういった部分までしっかりとカバーしているような靴下になってるのかなというふうに思っています。こんな形でローファーは合わせられるんですが、続いてスニーカーですね、履いてみたいと思います。 足元はですね、夏場はこういったホワイトだとか、オフホワイト、ライトグレーのようなですね、明るめのものを持ってくることが多いかなと思うんですが、その時にもですね、靴下は見えない方がバランスがいいかなというふうに思っています。どうでしょうか 横から見た時にも、最近のパンツの長さはですね、くぶたけとかクッションをほとんど作らない形にしていまして、そして横から見た時に少しだけですね、くるぶしが見える。これぐらいのバランスにすることが多いんですけども、こういった時にもですね、靴下の存在感はほとんどないですね。ほとんどでかまるでないので、そういった点でもすごく使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。まあ、完璧なバランスなので個人的に気に入ってます。まあ、このように上げてみてもね、全然見えないですよね。すごくいいですね。素足っぽく見える点で、えー、間違いのない ななののかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。 はい、続いてですね、ホワイトソックスを履いてみました。どうでしょうかまあ、おそらくですね、違和感を感じる方も少なくないかなと思うんですが、これがですね、今旬な靴下として、結構様々なショップでも売られているわけで、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。リブはですね、結構太めになっているので、折り感というのはですね、遠目からもしっかりと伝わるかなというふうに思ってます。ユニクロの靴下はですね、スーピマコットンでできて のでで肌触りりがやっぱりいいですね確かに毎日ですね、白ソックス履いてるわけなんですけども、ものによってちょっとザラッとした感じがあったりだとか、ちょっと履き心地の感じは少し違うのは気づいていたんですけども、改めて履いてみると、やはりですね、肌触りがすごく良くて、履いていてストレスのないような一足に仕上がってるかなと思っています。しかも価格はですね、めちゃくちゃ安いので、そういった点も含めて、白ソックス、やっぱりですね、汚れがどうしても付きやすかったりするものなので、そこは消耗し 品とととしてなるるべくコストを抑えるというところもすごく重要なのかなという,ふうに思ってますす僕はですねこの状態ではあんまりかっこよくはないんですけどもこういったホワイトソックスというのはスニーカーと合わせた時のですねバランスがいいなと思ってるんですね。まずちょっと合わせてみたいのはですね白ソックスと僕はニューバランスそして今履いているようなスラックス系のアイテムこの3つのですねバランスが最強なんじゃないのかなと思ってるんですね。ですのでちょっと合わせてみたいなと思うんですがこんな感じです。 ニューバランスのスニーカー、まさにですね、最近旬なものになっているんですけども、そもそもですね、このニューバランスのスニーカー自体も、めちゃくちゃかっこいいというアイテムではないんですね。どちらかというと、ダサかっこいいというものに分類されるかなと思うんですが、そういったニューバランスのスタンスと、結構ですね、この白ソックスの雰囲気って、やっぱり相性がいいんですね。白ソックスも正統派のおしゃれな靴下というよりはですね、ちょっとダサかっこよさというところがあるので、そこのバランスがすごくいいのがですね、この 組み合わせかなという,ふうに思ってます見える範囲としてはすごく狭いんですよね。最近はボトム層ですね、めちゃくちゃ短めにするっていうのは流行っていなくて、だん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 ですね、クッションを溜めるような履き方というのが、おしゃれな人はですね、多くなってきてるんですね。僕はですね、まあなるべく足元スッキリさせた方が好きなので、九たけとか9.5分丈ぐらいにして、スッキリさせるんですけども、ですがそうなるとですね、ほんの少ししか見えないんですが、見えた時にちょっとした清潔感だとか、白のですね、 パキッとした明るさというのが漂うので、個人的にはですね、こんな感じすごくいいのかなというふうに思ってます。はい、こんな感じですね。もちろんグレー系も合いますし、あとはですね、今こちらにありますですね、エアマックスみたいなブラック系のスニーカーにも相性がいいので、ちょっとこちらも合わせてみたいと思います。今はですね、ボトムスがブラックで、なおかつですね、この靴も黒なので、結構重ためになってるんですけども、そんな時にちょっとちらりとですね、白のソックスが見えると、 とですね、差し色としてはバランスがいいですし重たすぎないような形になるので個人的にはこの見え方がすごくいいなというふうに思ってます、まあ、白ソックス単体で見ると決してかっこいいものではないんですけどもこのようにチラ見えした時にですねすごくバランスがいいのがこのソックスの強みかなというふうに思ってます、まあ、個人的にもこういった組み合わせが好きなのでよく合わせるようにしているんですが、まあ、先ほどのグレーみたいなものにも合いますしブラックにも合いますそれだけではなくてホワイト系のレザースニーカーとかも意外と 相性が良かっったたりすすするんですねちょとと急遽履いいいてみたいなと思いますこちらはですね、先ほど履いていた、まあ正確に言うとですね、ライトグレー、本当にホワイトに近いぐらいのライトグレーなんですけども、こういったもので靴下と靴をですね、同色でまとめてしまうのも結構バランスがいいんですね。ですので、結構この靴下は一足でいろんなスタイルに合わせやすいので、ぜひ皆さんもですね、この白のソックスというものをトライをしてみていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、ユニクロに春夏で靴下を買うなら、この2つだけでいいというテーマでお届けをさせていただきました。結論を言うと、ベリーショートソックスと、あとは白ソックスですね。この2パターンがあれば、結構様々なスタイルに合わせやすいので、鉄板なのかなというふうに思っています。ただですね、どちらも誰にでも合うわけではないので、もう少しベーシックなものがいいかなという場合は、先ほどホワイトボードでちょっとお伝えをしてました。 細めのボーダーの靴下か、もしくはシックストックのシンプルなストライプ柄のものですね。こういったものを使っていただくと、すごくですね、大人の男性には合わせやすいのかなというふうに思っています。結構靴下というのは地味な存在ではあるんですが、ちょっとした時に覗くものですし、そこにですね、自分なりのこだわりがしっかりと詰まっていると、やはり全体のバランスはすごく整いやすいかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、靴下を選んでいただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル